皆さんこんにちは、ワンダリングルビーです。では今回はゲレンデウォージョン独立戦争期ジョン軍編、続きをプレイしていきたいと思います。ここまで地球侵攻作戦順調に推移しておりまして、前回はトリントン基地の攻略を行いました。だいぶ損害出てしまいましたけども、これで残っている連邦軍の拠点はベルファストとジャブローのみと、だいぶね数が絞られてきているという状態になっています。今回はベルファスト基地に連邦軍が集結していて、おそらくオデッサ作戦が数ターン以内に始まると思いますので、このオデッサ作戦をね、こなしていきたいというふうに思います。まず部隊の展開状況なんですけども、オデッサの方には2つの軍団配備してありまして、キシリア、マクベの部隊を置いてあります。でキシリアの部隊にはですね、3連星ガイア、オルテガ、マッシュなんかを配備していまして、さらにこの後ですね、シャーやジョニー・ライデン、彼らにもプロトタイプドームを配備してあるので、これらをね使ってオデッサ作戦に対抗していこうという構えです。あとはマクベの部隊もね、少佐レベルなので部隊数自体は少し少ないですけども、それでもダブデを配備してモビルスーツ隊を置いてあるという状態になっていますので、キシリアとマクベのコンビでこのオデッサを防衛してもらいたいというふうに思っております。でまだ少し先になるとは思うんですけども、宇宙ですね、ソロモンへの攻略作戦、敵が発動してくる時期もね徐々に迫りつつあるというところもありますので、まずソロモンの方にはギニアスとハスラーの部隊を配備してあります。それぞれ最新のモビルスーツザク2のね、高機動型なんかも徐々に増やしていっているという状態です。ギニアスとハスラーの部隊でこのソロモンを防衛しようというところです。あと基本的な防衛能力自体も少しずつ投資をしてレベルアップさせているところになります。ではこれで時間を進めていきましょう。キシリア様から連絡があります。回線を回して。オデッサ作戦の察知になりそうですね。敵部隊が集結しつつあるとの情報を入手しました。連邦軍大規模な軍事行動を計画しているようです。オデッサ作戦、資源の乏しいジオンの生命線を断ち、同時にヨーロッパにおけるジオンと連邦のミリタリーバランスを一変させようとする連邦の一大反抗作戦である。狙いはオデッサか。そのようです。だが戦線は地球全域に広がっている。オデッサ一つにどれほどの価値があるというのだ。価値は作るものです。使い道ならいくらでもあります。なるほど、策はあるのか。お任せを。これオデッサの基地司令にマクベをあてがった場合、核を使ってですね味方の部隊にも損害が出て、かつ南極条約違反で対外交渉も厳しくなっていきますので、これマクベに任せるのはやめておきます。閣下、ベルファスト基地は反抗作戦を発動させたことで戦力が低下しています。今ならベルファスト基地の防衛も手薄なはずです。作戦をご検討してくださるようお願いします。ベルファスト基地では部隊をオデッサに向けて連邦軍が進発させたようで、今なら戦力が低いので攻略も可能ですというアナウンス入っているんですが、我々の方もですねオデッサの方の防衛戦で手一杯というのもありますので、ベルファストの攻略戦はもう少し準備期間を持って対応したいと思います。ではいよいよ連邦軍のオデッサ作戦やってきましたので、これを排除していきたいと思います。まずキシリアの部隊に関してはですね、少しずつ増強をさらに行って3連星にはドムを配備することができましたので、ここでまずねドムの
性能を見せつけてやりたいなというふうに思ってます。さらにキシリアの軍自体には先ほどご紹介した通りシャーも配備してありますので、まあ、盤石のね、体制でオデッサ作戦を迎え撃てるという状態です。さらに防衛部隊もかなり強化してありますので負けることはないと思うんですけども、ドムとかプロトタイプドムとか、まあ、高コスト機がやられないようにね気をつけたいと思います。では見ていきましょう。敵は、まあ、パッと見ですけどもビッグトレイが配備されているので、ビッグトレイは確か12ユニット搭載できるのでマックス 12×3 搭載されている可能性がありますね。ビッグトレイ3両確認しています。では通常通りですね敵を迎え撃っていきたいと思います。部隊展開していきましょう。ビッグトレイの射程がむちゃくちゃ長いですね。なのでビッグトレイにどうやって近づくかっていうのも、まあ、課題になってきそうですが、まあ、それでもこちらは優秀な機体揃ってますので攻撃仕掛けていきましょう。ここはですねプロトタイプドム3スタックになります。ジャイアントバズーカはレンジが2ありますので確実に攻撃当てていけますね。ここも少し嬉しいな。レンジが2あるとね、だいぶ変わってきますよね、やっぱりね。ここは3連星の3スタックになります。3連星はですね、3連星専用のドムにマッシュが乗っていて、ガイアとウルテが通常のドムに乗ってます。このオデッサの戦いでできれば、まあ、シャーをはじめ3連星もそうですけども経験値どんどんね溜め込んでいきたいと思いますので積極的に攻勢を仕掛けていきたいと思います。ビッグトレイからはどうやら戦車部隊が出てきましたね。モビルスーツも出てくると思いますのでこのモビルスーツの撃破もしっかりやっていきましょう。シャーと3連星あとはマクベなんかもねここで攻勢基地溜めて一気に飛躍をしてもらいたいなというふうには思います。ここも進めていきます。グフなんかもね格闘は強かったりするので近づいちゃえばドームなんかよりもあるいは火力が出たりするケースもあるかなと思いますので積極的にね前に出していっちゃいましょう。レベルのビッグドレイはここですね。魅力15、士気18、さすがだな。このビッグトレイ、仕留めていきましょう。まあ、できるだけビッグトレイは集中攻撃で一旦でね、仕留めていきたいなとは思うんですけども、まあ、敵も火力が高かったり、防御力が、装甲が硬かったりとかっていうね、いうものはあると思いますので、まあ、2段、3段と攻略、攻撃できるようにね、部隊を進軍させていきます。ザクキャノンなんかも実はまだ健在だったりするので、ザクキャノンのね、遠距離攻撃なんかも有効活用していきましょう。よし、ここはビッグトレイ、撃破できましたね。これだけ攻撃を集中させたので、レベルとはいえ、ビッグトレイ、あっさり撃破できました。あとは敵パイロットというかキャラクター乗りのビッグトレイはなさそうでしたので、レベルをね、撃破したことは大きいかなと思います。このまま行けば、オデッサ作戦に対しては、1ターンで蹴りがつけられそうかな。ここまでうまくいってくれる感じはね、嬉しいですよね。
もうちょっとね、敵が大戦力であったり、少し時間がかかったりとかっていうことも想定はしていたんですけども、うまくすれば1ターンで決着がね、つけられそうな、そういう運びになっていきました。なので、ここは1ターンで終わらせられるように頑張っていきましょう。まあ、一つ大きいのが、今回もザクの強行偵察型、これを連れてきてるので、まあ、しかもキシリアが乗ってるっていう感じではあるんですけども、これによって索敵がね、結構サクサク入ってくれるので、そこが、命中率っていうところでは大きくボーナス恩恵受けられているのかなと思います。このまま、各部隊に一機ぐらいは、偵察型のモビルスーツ入れておいてもいいかもしれないですね。まあ、アンガイがいればアンガイがその役割をしてくれるというのはあるんですけども、アンガイなんかがいないところには偵察型のザク、これを配備していきたいと思います。私だってそうだ。お前の素性を知った時はさすがに笑ったよ。お笑いになった。そうだろう。今展開されているこのキシリアとシャアの会話のシーンはアニメの中でもありましたよね。そのキャスバル坊やが破壊彗星のシャアだ。腹が立つよ。かわいいじゃない。ありがとうキシリアさん。ここもサクサク的撃破していっています。まあ、ザクタイプのモビルスーツだとジムに対してやや劣勢かなとは思いますけども、数で圧倒しているので、ここは無難にほとんど損害なくオデッサの防衛なりそうですね。でこの後はですね、このオデッサを防衛した部隊に補充を行った上でベルファスト基地の攻略戦にね入っていきたいと思いますので、まあ、その準備もね兼ねて、ここは経験値稼ぎと、あとできるだけね損害が出ないような形で攻略をね進めていきたいというふうに思います。では最後のジムを撃破して、このオデッサの防衛戦完了していきましょう。味方の損害は極めて軽微ですね。なのでこのままベルファスト基地攻略に入りたいと思います。ただあのベルファスト基地攻略にあたってはですね、今ギャロップとかダブデとか陸戦艇が中心になってますので、このままだとベルファストに都会できないっていうのがありますので、なんとか都会できるための航空機あるいは潜水艦というものをねかき集めておきたいと思います。では今回は少し短いですが、オデッサ作戦をね撃退したというこの霧のいいところで一旦終わりにさせていただきたいと思います。次回はベルファスト基地の攻略戦をね行っていきたいと思いますので、皆さんの方に引き続きよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。